わあみんな、今回は今時女子のハイカラな二択ということでね、早速やっていきましょうか。彼氏の家で二択。はい、彼氏の家緊張する、何か飲む、炭酸飲んでシャキッとせえ。でーなんでだよ、ドアゲップは我慢しろよ。おいマジか、緊張で話しかけようとしたらゲップ出ちゃう。可愛い子ぶりやがって、オレンジジュースグーッとだって。それでさ、緊張も和らいで話も盛り上がって楽しい。オレンジジュースの話してんのかな。もうこんな時間、なんか食べる？何食べるんだこれ。ピザ、ピザはなんか汚しそうだよね。チキンも、でもまあチキンでいいか。バッとかよ、なんでだよ。広告のないゲーム見つけました。広告のないゲーム、まさに今これが広告だろうが。失敗してんじゃねえか。おお、落ち着いて、がぶりつきすぎて引かれた。別にいいだろうが、チキンはかぶりつくもんだろうが。お前どうやって食うんだよお前。じゃあピッツァですか。グッド。なんだ顔についてるぞ。あ、彼の指が唇に触れて火傷するぞ、ピッツァみたいにな。つまんな。お腹いっぱい、次何する。これ右のはなんだこれ。右のこれ CD か、なんかゲーム、これ何これ。右の CD を、おお、よしよしいいぞ。君に夢中で映画がいつ終わったのか知らなかった。もうそんなこと言って。じゃあ何の時間だったんだよ。高校デビューで二択。高校デビューの朝、何食べようかな。そんなもん決まってるよな。茶漬けでお前ささっと行けよ。てめえはさっきから誰なんだ。やだー。いや、それはお前の食い方が下手なだけだろうが、俺のせいにすんじゃねえよ。大急ぎで食べこぼしてしまった。あ、悪な、あ、悪。食パンですか。あー、そうですか。じゃあお前食パン一斤食ってから行けよ。うまい、やっぱりトーストだよね。早く食べて学校行こう。気をつけて行けや。学校までどうやって行く。そんな急いでんなら自転車で行くしかねえっぺよなあ。自転車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 。ダメかい。うわ、クマかよ。同級生に思いっきり見られて高校デビュー。なんでクマダメなんだよ。じゃあクマのプーさんだったら文句ねえのかよ。シグレット、僕の蜂蜜食べたのはお前か。ぶっ飛ばすどこの豚。じゃあこのスニーカー的なやつ。あー、グッド。もうジジイはもういいって言うんだよ。綺麗、桜が吹雪いて私を応援してくれてるみたい。なわけねえだろ。あー、やばい、トイレ行きたい。これはどっちかといったらコンビニの方が衛生面がいいんじゃないか。だよな、言っただろ。助かった。映すな。でね、私の声で乙姫となっております。うん、いらないね。やばい、忘れ物した、どうしよう。これ家ってことは帰るってことでしょ。これね、入学式みたいな感じでしょ。多分帰ったらダメだ、遅刻してまう。 Oh God。 私午後から使うから貸してあげる。入学式なのにね、授業なんてあんのか。道中の子に、会って貸してもらった、ラッキー。動物で二択。彼氏とデートの日、髪の毛どうしよう。動物園って言ってたよね。ってことは左でいいんじゃないか。知らんけど。はい、よし、プロジェクトメイクオーバー。びっくりした、さっきの子がこうなっちゃうかったのか違うんか。今日すごく可愛いね、イメチェンで印象アップ成功。パッと見歯の検診受けてんのかなと思っちゃった。最初に何から見る。別に順番とかあんのよ。見たいやつから見ればいいだろうがよ。じゃあライオンキング、エンベーチェー。なんでだよ。完全に罰が悪かっただろう。他行く？朝から元気なライオンに赤面。他の動物たちもこうかもしんねえだろうが、わからんぞ。はいはい、パンダね。カンカン、ファンファンとか、フェイフェイとか、ランランとか言ったでしょ。可愛いね。俺らも将来いい家族になるのかな。キャー！パンダ親子で幸せな未来予想図。パンダで未来予想すんな。せっかくだし、お土産買って帰ろう。ミサンガ。ミサンガなんて あるんだね。パンダのぬいぐるみ。わかんないな。意外にミサンガだったり。おーし。は？なに鼻の上に鼻乗っけてんだ。俺たちの願いって一緒だよな。ずっとそばにいてね。青山テルマですね。一緒に帰ろう。バス、
バスせっかくだからね、2人っていう感じって、タクシーなんじゃないか。タクシータクシータクシー、合ってたでしょ。夜中涼子が毎回出てくるな。このままオレンジでいいかな。お持ち帰りさせちゃった。これタクシーの中でやってんのか。 TPO わきまえろよ。お出かけで2択、週末のお出かけ何着ようかな。右のやつは僕も完全にバスタオルじゃねえか。ということでこちら。よっしゃ、気をつけていってらっしゃい。やった、ママありがとう。よし行くぞ。よし行くぞとどこに行くんですか。何を履いていこうかな。ヒール、ヒールは絶対なんか足首をくじきましたとか言って文句言ってくるでしょ。だからスニーカーでいいんじゃないかなと思いますけれども。ファイナルアンサー、よし。もう定期的に訪れるこのジジイは何なの。でしゃばんだよ。助ける気ねえだろ。ルンルン、たくさん買い物しようった。不審な人からナンパされた、どうしようかな。自分で考えろバカ。オッケー。ローラでもやんねえだろ。だから答えはカロライナスマッシュ。やめてください、嫌がってるでしょ。白馬の王子、いや通りすがりのイケメンが助けてくれた。なんで毎回イケメンなんだ。ブスでもいいだろうが。イケメンと仲良くなりたい、どこに誘おうかな。右のやつは何これ、ブチ切れたアリみたいな。ご飯でもどうどすえ。この店僕も好きです。話が盛り上がり、今日から付き合うことになった。早っ、彼氏ゲット。ポケモンか。